This is Govi from Imakatsu. And what we try to target today is a small mass bass. この辺ですね。この辺で釣れてましたね。浅いんですけどね、結構流れてて、結構流れも早い。意外に今日は結構やっぱ雨も影響があって流れが、なんかその辺沈み物があるんでちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。でもチャリンコとかなんかが、はい。あ、でも絶対ここ着きますね。うん。手首でやるんじゃなくて、もう腕ごとこうやってやるんですね。あ、そうです。ずる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 。体でも。体でこうやって。へえ。まあやりやすい方法で全然いいんですけど。まあゆっくりっていうのが大事なんですね。ゆっくりゆっくり、こっちもいいですか。あ、はい。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、ガレ、ガレ、ガレ、おっしゃ、しゃ、しゃ、本当に釣れたぞ。信じてなかったけど、ちょっと慎重に行きますわ。慎重に行きますわ。これでナマズだったらどうしよう。ああ、そうそう、バスっぽいですね。バスっぽい。こっち来た方がいい。え、
メトロがあるんで聞かれたやつ。あー危ないかな。そう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 。あ、大丈夫ですね。この玉ねぎが邪魔なんで。よっしゃ、よっしゃ。That's big smally。はい。おお、スモール。まあまあですね。おお、かっこいい。よいしょ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 。やりー。長さはそんなんですけど、綺麗な。太鼓があって綺麗ですね。そうですね。はい。ナイスフィッシュ。Thank you. じゃあ、ありがとうございます。いつもやってたけど、釣れなかったけど。釣れました。太鼓がめっちゃいいっすね。あ、でも全然短い。37。でも太鼓がやばいっすね。太鼓がやばいっすね。だって、短くらいありますもん、俺も。あー。37。とかがアフターなんで。あ、はい。めっちゃ面白いっす。7月。7月。あ、猪苗代ですか。猪苗代。へえ。でもやっぱちょっと痩せてますけどね。ああ、重量が2キロ前後ぐらいになっちゃうんです。はい、うん、まあでもやっぱ数が出るってことなんですね。7月。5月が3キロはいちょいぐらい。へえ、近いぐらい。3キロぐらいのが激アツじゃないですか。はい、激アツですね。激アツです。じゃあスモール釣りたい人はお任せくださいって感じですね。そうですね。わかりました。猪苗代はガイドはどうやったら出てくるんでしたっけ。ケンジさんのガイドは自分ですか。はい、クマモンガイドサービスみたいな。クマモンガイドサービス、はい。じゃあこれ見てくれてる人でもし猪苗代行きたいければ。あ、そうです。ケンジさん行っていただければ。はい、ぜひぜひ。英語対応も可能ということなんで。でかいスモール釣りたい人は英語対応は和訳します。いえいえ。でも外国人のお客さんも来られたことはあるんですか。はい、なるほど。ホームページの、はい、自分のがホームページから、まあ、1週間以上前からだったら、ビザだったりとか、あ、クレジット決済ができるので。なるほどなるほど。ビザ、クレジット決済。ちょっと私もぜひお邪魔したいと思いますんで。何名様まで行けるんでした。3人まで。はい、でレンタルタックルもできるし、駅送迎もできると。最寄り駅はどこなんですか。郡山駅。あ、じゃあ東京から行くと新幹線で、はい、じゃあで、はい、郡山まで来ていただければ、うん、もう宿泊されるようなホテル、はい、うん、送迎して、送迎して、まあ、ホテルまで迎えに行きますので、うん、はい、それ便利ですね。手ぶらで行けるって気軽に。会津若松旅行行くついでに行きたいな。ラーメン食べたいとか。はいはい。いろいろその会津若松だったり。ああ。それもかなんですね。言っていただければ。はい、最後に
ラストキャストで寒くなってきた。ファイナルキャスト、はい、ラストキャスト。まあでも今日一日ありがとうございました、本当。朝からね、極寒の、あ、いいえ、全然雨と風が吹きつける北浦ミノビッグミノーゲームやって、その後不発でしたけどね、まあ戻ってきて一匹なんとか絞り出せたのはありがとうございました。その魚にはすごく、はい、ああそうですね。いや僕も今年なんだかんだで初めてなんで、あ、硬いのが、うん、まあでかいスモール釣りたいんだったら猪苗代湖が一番ですね。ドリームがあります。夢があると、はい、3キロ、50オーバー。最大何センチ釣られたことあるんですか？59。60がないです。59の何キロぐらいだったんですか？大体それは3キロ行ってなかったですね。ああ、じゃあもうアフターで59はえぐいな。 2.8 とかだったまあ、では本当オールシーズンというか、あのまあ秋から、あ、じゃあ春から秋にかけてね、5月から行けるってことなんで激アツですね。本当3キロ近いのは結構強いので、本当じゃあでかいスモール釣りたい人はもうそこに行くのが一番近道ですね。じゃあ上がりましょうか。ありがとうございました。また行きましょう。そうですね、懲りずによいしょ。